お願いします。なんかすごいエッチになってしまったぞ。ええんか。さて、総合力は残念ながら109と低めではあるが、クラン君の魔力がすげえ悲しいことになってる。14しかないんだな。ただし取りにかしは速さがねえぞ。一長一短だな。残るクラスチェンジがまだなのは、お、ゼルコバさん来てる。お前だよお前。ちょっと待って、それだったらまずは会話を見てからの方がいいね。どうした、中に入れてほしいのか。ありがとう。そういうわけじゃない。はい、私服も派手だな。そうだな。さて、アンナさんに引き続いて俺も来たぜ。ここが前に言っていた面白いところ。俺の趣味の結晶、秘密の小屋です。お前ソラネロに変なところ作るなよ。冷静に。壁一面が棚に。ええ、ここに趣味のものを収集しているんです。それはこれに凝った料理の調理法。これは俺だけが知る秘密の散歩道の地図。そっちは俺が開発した鍛錬方法の極意集。あれはピカピカになるまで磨いた小石たち。こっちはなんとなく拾ったふわふわの毛玉たち。この辺でやめておきましょう。説明だけで何時間もかかってしまうので。とにかく全てが暇つぶしの結晶です。どうぞご自由に。え、いいの？見たり触ったり。触ってもいいのは太っ腹だよな。ありがとうございます。わあ、どれもこれもすごい。俺今この瞬間にようやくリュール君こと俺の好感度が爆上がりしたんだけど、お前いいやつだな。俺は毎日仕事が終わるとすぐにこういったものに没頭しています。今内心ウキウキやろお前。それは目の前の暇つぶしを楽しむと同時に明日の暇つぶしを確保する作業でもあります。生きる目的が急になくならないよう俺は常に備えをして生きているのです。ほーん、かっこいい。やはりゼルコバは哲学的ですね。そうですか。こんなザレ事に付き合っていただいて退屈じゃなければいいのですが。とんでもないです。もうワクワクしちゃって正直ここから出たくないです。そう言っていただけて光栄です。好きなだけ楽しんでください。すげえ優しい顔になってるよ。よし、飯食うぞ。お前、飯は作れるのか？頼むぜ。行きます。どうせだから鍛錬しながら作ろうか。は？こんなものかな。お前ちゃんと作れよマジで。見てくれ、すごくうまくできたんだ。ほんま？なあ。まあまあやんけ。鍛錬の合間にでも食べてくれ。お弁当。さて、さあそれでは15章いきましょうか。推奨レベルは19らしいから大きく上回っているね。月が綺麗ですね。いいステップが踏めた。うん？今日の練習はこれぐらいにしておこうかな。ステップ、この場所いつ来ても人がいなくて練習場所にちょうどいい。チラ、うん、うわ、化け物めっちゃおるで。どうしよう、囲まれてる。俺はここで死ぬ運命だったのか。こんなことなら踊りだけじゃなくて
戦う練習もするべきだったかな。建物の中へ逃げてください。誰？よかった、私の声が聞こえるんですね。この中なら隠れてやり過ごせます。すぐ後ろに扉がありますから早く。思ったより鮮明に聞こえるぜ。お前らコントでもやってんのか。まあ劇場ファイヤーエンブレムって考えたらキャラクターの服装を含めて全部納得はいくけどさ。怖いところだと思われるように作った。なんで地球を守るためにご先祖様がそうしたの。ほん、地元の民が誰も近づかない心霊砦になってるんだ。ま、ただの噂だけどね。脅かさないでくださいよ。ごめんごめん、指輪の場所が分かったらまずいからむやみに言わないように言われてて。でも女の子の声は実際聞こえるぞ。あ、ちょうど見えてきたよ。チース。あれは異形兵？とっとと潰すべ。踊り子来たっぽいよな。ステップって言ってたし、踊りとか言ってたし、一枠埋まるな。どんどん枠が厳しくなるね。異形兵がいっぱい。わお。また囲まれちゃった。助けてくれてありがとう、指輪さん。隠れてくださいって言ったのにどうして私のところに来たんですか。声が聞こえたからよ。指輪なんて明らかにおかしいでしょ。奴らも君を見つけた途端に目の色が変わったし、妙な呪いにかかって指輪にされてるお姫様とかだとしたら助けなきゃ。お姫様は合ってる。違います、私は。大丈夫、信じるよ。俺はそういう不思議な話を否定したりしない。カードよ、教えてくれ、この先の俺たちの運命を。占い？ラ・ドラゴン、竜のカードか。思いがけない助けが来るかもね。そこや。本当ならそれまでなんとか持ちこたえようかな。持ちこたえようかな。で持ちこたえられるのすげえな。で人数がいっぱいで出れましん。くそ、出れへんやんけ。でまあアンナさんにばっか頼るのもありだし、今回アンナさんお休みってどうです。やめとけ。やめとき案件な気がするけど、まあたまにはな。にしてもこれ正気やばすぎだろ。これ正気の上だとダメージがどえらいことになるのか。つうかそれこそ開幕1ターン目からアンナさんの力は借りたいぐらいなんだが、買い物をアルフレッド君、速さねえよな。もともとなんかいい槍買おうぜ。鉄の砲、鋼のが欲しいな。これ身支度、クロエさんすまねえが、アルフレッド君にその辺のいい槍をちょっと貸してくれねえかなと思ったけど、スレンドがあるよな。よし、まあいいや、これで。で行きますか。あの人むしろ守ろうとしてる。ですが助けるぞ。なるほど、大変な戦いになってしまうかもしれないね。いきます、絆の盾を。さあさっくりいきますか。うい、経験値はあまり入らない。よって他の人に譲って差し上げろよ。君のためなら。で万全だ。
正気にだけは踏まないように気をつけねえとな。一人にかファイ。うれ。頑張るわ。さーて、チェインガードは別にいいでしょう。90% 防ぐんだから。ひよるな。仰せのままに。カモンカモン。言うてお前強えじゃん。あいつかなりやるぜ。やっぱ踊りやってるやつは違うな。なぜ黒いを狙った。勝ち目がねえだろ。なぜクランを狙った。勝ち目がねえだろ。よし、うえ、丸焼き。チェス、やっと役に立ったな。おしゃれ。さーて、じゃあとっととお救いいたしましょっと。壁は壊した方がいいのか。残念ながら経験値にするのは難しい位置取りだね。威力が低い。これならお救いしますとも。よし、もう大丈夫そうですね。よし、通り道を増やす。残念ながら手やりは届かない。破壊。失礼、お邪魔します。レベルアップ。ようやく火力面伸びたね。よし、アルフレッド君のご飯も残しといてくれよ。なるほど。となると会話。そこの方、無事ですか。いや、誰だ。敵ではありません。うっす。私は神竜。神竜、まさに神の助けです。外で化け物に囲まれて困っていたんですが、おい、この指輪が中に招き入れて助けてくれたんです。指輪が。これ喋るんです。きっと呪いか何かで中に誰か閉じ込められているんですよ。かわいそうに。かわいそうに。呪いではありませんよ。何か知っているんですか。指輪を貸してください。わかりました。吠えろ、選択のエンブレム。これさ、漢字に無理やり読み方つけてカッコつけてるから逆にカッコ悪いんだよな。本当。ヤトの神のバージョンが見たいがね。全部埋まってるか。私は紋章師カムイ。この城塞に来てくださってありがとうございます。あなたの選ぶ道が希望につながるよう私も精一杯戦います。ウィス。紋章師カムイ、待たせてしまってごめんなさい。紋章師。早速ですがセアダス、ここを切り抜けるため彼女の力を借りてください。俺でよければ喜んで。よし、来た。おい、いきなり開けるな。
あら、来た道は閉ざされてしまいました。仕方ないな。さて、じゃあ待機で。神竜様、お、俺は踊り子なので踊りで人を元気づけられます。さようか、試してみてください。よし、行きます。こちらか。避けられてるぞ。ならば踊ればよし。あれやべえよな。さっきまで必死で気がつかなかったけど、この場所は勝機に満ちてるね。城塞は正常な場所だったのですが、セアダスさん、今の私の力で地形を変化させ勝機を散らすことができます。地形効果を制御できる龍脈の力。ほう、自分から攻撃したら邪眼的な流線砲。へえ。でもまあまだちょっと準備できてないから、このターンは踊らせてもらうよ。よし、今度こそ。よし、このショーでアルフレッドを完成させるんだ。ここで待機。まあ終了でいいでしょう。選んで。お、この状態でも龍脈いけんだ。エンゲージしていいのか。まあ一回やってみようか。おお、よし。しかもこれで守ってくれてるからね、進みやすいってもんよ。いきまーす。さあ来いよ。次はあっちだな。まともに進むとどえらいやばいが。チェス、オッケー、削った。エンゲージしちゃおうか。エンブレムエンゲージ、アイクと仲良くなってほしいしね。よし、いい伸び。龍脈、でチェインガード、結局狭いんだよな。そこは変わってないよね。おいでませ。ええ、危ない危ない。ほう、これは流線砲撃てっていう位置ですね。しかしながらちょっとな、経験値の観点で言うともったいねえから撃たねえんだけど。
なんならこれは天空チャンスのはずでは。まあええか、普通に行こう。行きます。たくましいのだね。よし、守備プラス2、ありがてえ。踊ります。よし、これでもカムイと仲良くなるから。カムイちゃんがめっちゃちょろいんだよな。ちょろいとか言わない。よいしょっと、エンブレム、こっちも行こう。行きまーす。どっちもいけるね。きかんきかん。お直しするよ。ほぼボーナスマップ集がしてきたね。よし。でもアルフレッド君は経験値山ほどくれるから、やっぱ置いてかれてるっていう証拠ですよね、これは。いきます。ふう、おやすみなさい。ではでは、蹴散らす。よし、全部取ったよ。えほえほ。で、神秘の踊りってのは周囲回復だから、これも便利ですね。踊ります。さあ、意外と簡単に壊せるな。ほう、敵がいっぱいだね。えっちらおっちら。まあゆっくりでいいっすわ。こんだけちょっとずつ敵が来るんだったらボーナス感がすごいね。流脈の使い放題だぜ。体力7アップ、ええやん。普通に優秀だね。ただこのマップ終わったら多分セアダスさんから引っぺがされるだろうな。というのも踊り子は毎ターン踊るっていう仕事があるんで、流脈までやらせるのはねえ、過労でどうにかなっちまうよ。さて、ではステンバイ、ステンバイ、ステンバイ。ここはつうかチェインガードも使えるの普通にやばいよな。で、そこにいてくれてもいいけどね。おお、いいダメージいくね。寄港してもいいんですが、まあ普通に斧食らうぐらいなら別に痛かないので。というかさ、守備プラス20ってそんなにやばいのか。29だろ、勝てる勝てる、問題ないぜ。いっそ受けてやる。王道の戦術だね。ただ狭いな。チェース。
ゼロだ。レベルアップ。よし。おお、無理やり来た。パリーンってね。よし。ではでは、改めて攻めるぜと思ったんだけど、まあいっか。お邪魔します。うれ、強すぎたぜ。相手が踏んでるマップに関しては叩き潰せないのかどうか気になりますわね。じゃん。うれ、よく崩してくれた、ありがとうじゃん。よし、乱されないさ。なるほど。さて、真っ向からの粉砕はやっぱ厳しいのか。己の力を過信したか。さて、まあだったら移動すればいいよ。これで、よし、料理してやるよ。ウィンドウ、エルウィンドウ、これで一生狙えるね。にしても一人にかちゃんの火力すごいな。正気ぶち抜いてますよ。なるほど、正気の下のやつは解除されない。敵が乗ってからは無理だということですね。ふい。で、踊ります。そしてさらなるエルウィンドでぶち抜く。私が守る。ヒュー。いいね。直します。ただこっから先もな、正気めんどくさいね。龍脈で一個一個消していこうぜ。で、ジャン君も杖振りたいしね。その間にしっかりやることやっておきましょう。で、後ろから気功の準備。いきまーす。おいえ。スキンシップ、何これ。え、隣接の味方を回復して支援値が上がる、すげえな、便利じゃない。よし、まあとにかく撫で回す、やべえ子ですからね、カムイちゃん。さてさて、前出ますよ。ほう、抑えます。さあ今のうちに存分にやっちゃって、ほい、うっしゃい。こいつもエルサージなのか。軽くいっちゃいますよっと。
さあ、ご飯の時間だ。おっと、外したらダメじゃないか。もったいねえな。まあ、このメンツだったらアルフレッドが狙われるかな。まあ、せっかくのご飯なんでちょっと放置しましょう。ういった、もういっちゃう。頼むぜ、いっぱいダメージ入るやつを狙ってくれよな。終了です。来た、でスレンドが重すぎるか。守備上がった、いいねいいね。これマジかよ、いきなり敵強いやん。チーン、マジ。くそー、ここで外しちまったところからだよな。ってことはチェインガードは入れておきたいわけだ。承知。こいつ構えが、冷静に考えたらこいつだけはソドマスじゃねえか。なるほどな。ならばこいつを殴り飛ばす。よし、普通に殴り合うとどうだい。全然痛くねえ。風よー。でちゃんとガードは入れてるので今度は当ててくれ。だったら今度は当ててくれ。よし、守備17。我が軍の中ではトップクラスに堅いんじゃねえの。引き戻し、えほ、ちょっと壁殴っといて、やりすぎるとね痛いだろ。さっきに比べてだいぶ火力が上がっちまってる。隣にいる人のせいですね。終了で一人死んでしまったので余裕でしょうね。よし、ではでは、あらあらあら、思ったより移動に余裕がない。こんにちは、失礼します。よし、でこっち来て安全なところで踊ってもらって、スキンシップ当たるかっつうと微妙だよなこれ。と言ってもそんなに支援ないからな。ここに来てもらおう。いきます、外したぜ、やっぱりな。外すと思ってましたよ内心。くそー、でもまあいけるか。こっちもちょっと殴って壊しますよ、半分だけな。でジャン君に、そうだここにチェインガードしてもらったらこれだけでいい。アルフレッドを狙うだろう。死なせへんで、硬っ。よし、